はい、速稼塾の久保です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。まあ、新コロナウイルスっていうのがね、だいぶ、流行ってきましたね。で、厚生労働省も1日に、ね、2度も3度も速報をライブで出すようになりまして、もう多くの方に浸透してマスクもするようになったと思うんですよ。でもね、私がこの新コロナウイルス武漢熱について YouTube 動画を発信したのって2ヶ月前なんですよね。だからね、テレビメディアよりも YouTuber の方がすごい早いんですよ。で、もちろん勇み足もありますよ。YouTube として新しい情報を発信したんだけども、その情報が消えていってメディアにも載らなかったっていうのもあると思いますけども、とにかくね、インターネットの速度ってのは速いなと思います。まあ、最初はね、私も中国からの情報を取りながらこうやって発信していたんですけども、その頃まだね、日本の感染者って1人とかいう感じだったんですよ。で、これは爆発的に1ヶ月後に増えるんじゃないかなと思ってずっと警告の放送をしてました。で、その時に、まあ、マスクがいるんじゃないかなってことでマスクを買った人もいると思いますけども、ただね、そんなにね、テレビでマスクがないみたいな、そういうふうなイメージ操作はなかったんですよね。まあ、その中で2ヶ月ほど経って、今月ですね、日本でも圧倒的な勢いで1日にね、50人とか100人みたいな規模で感染者が見つかるみたいな日もあったりとかしてね、まあ、街中を恐怖に陥れてるわけなんですけども、吉田さんが言われてたように渋谷でマスクをしている人が7割8割みたいな感じだったんですけども、何に関してもね、個人の防御力が低すぎるんですよ。行政とか政府の対応が悪いってことをね、責めるのはいいんですけども、別に、ね、国がどう対応してくれようと個人がやることにそんなに変わりはないんですよね。だから稼ぐこともそうですよ。なんか、ね、制度が悪いとかね、国が悪いとかね、時代が悪いとかいろいろ言いますけども、それでもね、私たちには選択権がありますからね。で、私が根本的にビジネスをする感覚がある人とない人を分けるときに、やっぱ法人を立てているかどうかなんですよ。ビジネスするのに法人を立ててないっていうのはものすごく損でセンスがないなと思うんですよ。で、法人っていうのを作るのにお金がかかるじゃないかっていう人もいますけども、お金がかかるっても数百万かかるわけじゃないですからね。まあ、せいぜい30万ですから。で、その30万が負担になるぐらいだったらもうビジネスはできないわけですよ。ビジネスをするってことは少なくとも年間で数百万っていう金額を稼いでいくってことを決めることだと思いますからね。その一番最初の売り上げが1000円だったり2000円だったりすることあると思いますけども、でも年間で10万とか20万儲かればいいって人いないと思うんですよ。確かに10万20万年収の人っていうのは30万の法人設立費用っていうのは負担になるでしょう。でもそんな低い志だったら、志でやるんだったら、もうすでにビジネスはやめて、まあ、アルバイト副業した方がいいかなと思うんですよね。まあ、そういうところで法人を選んだらなんでセンスがいいかっていうと、法人っていうのはね、まあ、経費を売上から引いてくれるんですよ。その上で所得なんですよね。でも法人を立てない場合は売上があって、要するに入金があって、そこに課税されて、その課税後に必要なものを買えるっていう、この順番が違うだけでだいぶね、税の圧縮とか可処分所得の大きさってことが変わってくるんですよね。これを理解していたら法人立てない理由がないんですよ、もう。で、今まさに法人減税とかずっと進んでいますから、法人をするだけでものすごく得するんですよ。だからね、売上をね、10万20万立てようかなって考えるよりも、法人1回作りましたって言った方が簡単に10万20万生まれるんですよね。だからそういった形でやっていただきたいかなっていうのと、これもだから時代が変わって情報流通ができていたから分かることなんですよね。で、ここで前半のトークのまとめになりますけども、新型コロナウイルス、武漢熱ですけども、こちらの方は情報がリリースされたインターネットのおかげで、私はテレビメディアより先に知ることができて、それより先に行動することができて、発信することができたってことなんですよね。当然アクセスも集まりますよ、そこには。数万回転っていう動画も私もありますんでね、新コロナウイルスに対して。それ早ければアクセス集まりますから。で、テレビの方で報道されれば、テレビの方にもアクセスが分散するんで、私の新コロナウイルスの動画放送っていうのはもうすでにですね、数百に落ち着いていってるんですよ。で、こういうふうにして、その都度その都度、大切な情報っていうのは私は取れるなと思うんですよ。で、もう一つがビジネスのやり方ですよね。先ほどお話したように、法人を立てたら何でいいかってことは自分でこうやって学べるんですよね。インターネットを通じて。だったら法人作った方がいいなっていう風になっていくんですよ。はい、それではね、後半の動画に入っていきますけども、素直に生きるっていうね、キーワードで吉谷さん話されていますけども、私も本当にその通りだと思うんですよ。昔は正直者がバカを見るっていうね、言葉がありまして、正直にやってるだけじゃなくて、大人になるってことは、不正に目をつぶったりとかね、グレーっていうものを利用するってことだという風に私も感じてきました。でも今はこう思うんですよ。やっぱり正直に生きているのが最強だなと。自分に何かね、後ろめたいところがあると、そこを突かれたらね、本当にそこから崩れていくんですよ。でも360度どこにもね、やましいことがなければ、いつも堂々としてられる、それだけでもうアドバンテージなんですよね。
変な例ですけども、お部屋に、自分の部屋にね、隠してるものがあるとするじゃないですか。何でもいいんですけども、そしたら部屋に入られるのってむちゃくちゃストレスなんですよ。でも隠してるものがなければ誰が入ってきても OK になるんですよね。ここだけでも全然違うんですよね。まあ、車に乗っていて私も職務質問を受けることがあります。車の中には当然職務質問で挙げられるものは何にもないんですよ、で、当時はねセルシオ乗ってたんですけども、そのセルシオの何ですかね、標準装備でドライバーっていうのがあるんですよね。ドライバー、こうキーコキとレジを回す、ネジを回すドライバーですよね。それがセルシオには標準装備されてるんですよ、買った時から。で、私に職務質問した人はそれを見つけてですね、これは持ち歩いちゃダメですよ、何の目的でこれがあるんですかって聞くんですよ。 笑わせますよね。いや、これは標準装備でそこにあるんですよって分かるじゃないですか。トヨタって書いてますよね。いや、これをわざわざね、車を買った時に外して運転するところまでを共有はできないと思うんですけど、みたいなことをお話したらね、でも厳密にはこれはダメなんですよって言うんですよね。私はね、後ろめたいところが何にもなかったんで堂々と話せました。でもどっちかというと、そんなところまで追求してくるポリスマンの方が後ろめたかったんじゃないかなと思いますよね。私が強く出ればね、先輩の警察官みたいな人も出てきて、まあまあみたいな形になったんですよ。で、そこはね、街中だったんで、まあ、道行く人に、あ、皆さん聞いてくださいと、私は警察官に脅されてますと、ドライバー、これ標準装備のドライバーがあるのにこれが違法だって言うんですよ、どうしたらいいんですか、僕は逮捕されるんでしょうか、みたいなことね、堂々と言いましたら、まあ、警察官の方は、あ、まあいいですよって、すいませんって言って去っていったんですけどね。でもあれで脅されてね、なんか警察官が嫌いになっちゃう方もいるでしょうね、きっとね。まあ、ユニークな事例でした。まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、正直に生きるのが最強なんですよ。これ吉谷さんと意見を共にするんですけども、でもなんで人間は正直に生きられないかっていうと、自分の恥ずかしいところを隠すために、まあ、ごまかすわけなんですよ。まあ、嘘をついたりするんですよ。今のね、安倍総理みたいな感じですけどね。そうなると、あっちからこっちから上げ足を取られて、どんどん答弁がしどろもどろになってきてね、自分の言ったことの整合性も取れなくなってきて、ドツボにはまるんですよ。最後は怒り出したりするしかないんですよね。まあそんな感じでね、インターネットを使って信頼関係を構築するときに、本当全てをね、さらけ出していくっていうのは非常に重要なことだと思います。皆さんも覚えがあると思いますけども、 Facebook でね、友達承認したらメッセージが来て、すぐにね、私は FX の専業トレーダーですみたいなことが書いてあると思うんですよ。でもプロフィールには何にも出身校すら書いてないみたいなね、だからそういう人を信じられますかってことなんですよ。で、いくら儲かりました、銀行口座いくらですっていう風なのね、どんどん出されてますけども、じゃあどのようにそれを作っていったのかっていうロジカルなことってのは何もないんですよ、ね、だからそういうものをね、中身がなくって看板だけのものを私たちはあまりにもね、信用しすぎた時代があったんじゃないかなと思います。綺麗なパッケージっていうものをね、信用しすぎたんですよ。私はね、ちょっとチェーン店を責めるわけじゃないんですけども、チェーン店の綺麗なパッケージね、コンビニエンスストアでもそうですよ。でも中身ってむちゃくちゃじゃないですかね。だからイメージ戦略が先行しすぎて、実態以上のものをパッケージすると、それはね、ちょっと古代広告というか、どちらかというと嘘になるんですよね。だから、かっこ悪い自分がいるんだったら、それ相応のね、パッケージでいいんではないかなと思います。私も速稼塾の久保として生きてますけども、最初はブランディングとか言ってね、いつもスーツを着て、会議室とかでトーク、編集しながらやってましたけども、今は自宅ですよ、ずっと。自宅で3年以上こうやって放送してるんですよ。でも売り上げは上がり続けるんですよね。これ不思議ですよね、だからね、どちらかというと、なんとかセミナーですとかって一生懸命やったりとか、そのプロモーションの動画を作ったりする、その2013年とか2015年あたりのね、あの頃っていうのは懐かしいなと、どうもに痛々しいなと感じるところもあります。いや、普通にこう正直にやっていって、でも例えば私もそうですよ、吉谷さんもそうですけども、私もね、速稼塾をやってる前半は借金がずっとあったんですよ。隠居して1年後にですよ、全部借金がなくなったのは。でもその間、借金があるのにずっと売れ続けてきたわけですよ。プラスですね、借金がある人が周りに来るわけですよね。だから借金をどのように対応していくのか、裁ければいいのかってことの相談も受けるわけなんですよ。で、実際に借金を裁いている私がアドバイスをすれば、皆さんの役に立てると思うんですよ。私は個人の借金が3500万ほどありまして、3200万だったか、ちょっと忘れましたけども、3000万ほどありまして、それからね、グループの借金が20億あったわけですよ。その中でビジネスやってるわけなんですよね。逆に言うと、事業してる人で借金がない人はいないと思うんですよ。だからそれを隠す必要はないかなと思いますし、無借金経営だからといっても、やっぱ資金繰りは悪くなるときは悪くなりますんで、そんなことで、評価するもんではないかなと思います。あくまで人が人を評価するときには、
その人の情熱なのかなとかね、素直さなのかなと思っていますけども、皆さんいかがでしょうか。だから億万長者合宿ってタイトルついてますけども、じゃあ億万長者がねバン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 生まれますよってことではないんですよ。億万長者を目指しましょうっていう風なタイトルですからね。で、皆さんも億万長者の過程で、億万長者じゃないけども月収50万とかね、60万とか100万とかっていうのはあると思います、億万長者になる過程で。で、月収50万でよし自分の暮らしはここで大丈夫だぞと思ったら、もう億万長者はその時点で目指さなくてもいいじゃないですか。50万60万で十分豊かな暮らし送れると思います。あとは自分がどのぐらいの物欲を持ってるかなんですよ。物欲ってのは非常に大事ですからね。物欲がないことが美しいなんて全然思わないっていいんですよ。物欲があっていいわけなんですよ。で、何かがあったらかっこ悪いとかね、何かがあったらどうだとかっていう風な、世の中の概念に合わせる必要なくって、あなたがどう思ってるかが非常に大事なんですよね。あなたがどう思ってるか、そしてその思いを達成した時に、まあ幸せだなと感じれるかどうかってことだと思うんですよ。まあいろいろ話しましたけども、今回ねまとめて言いたいことは、正直にいきましょうということでございます。